ウィルミントン・ニューアーク線はフィラデルフィアにある鉄道路線で南東ペンシルベニア交通局近郊電車線の一つである。この路線はペンシルバニア州南部とデラウェア州北部を結んでおり13路線ある南東ペンシルベニア交通局近郊電車線の中で最も総延長の長い路線である。ウィルミントン駅北側の線路はもともと フィラデルフィア・ウィルミントン・ボルチモア鉄道により敷設された。当初の路線は1838年1月17日に開通。その後1872年11月18日にチェスター交通センター駅北側で路線の再編が行われた。昔のルートの一部は現在も空港線が使用している。1880年代初頭。 ペンシルバニア鉄道がこの路線の支配権を取得、ペンセントラル鉄道と合併する九百六十八年まで保有していた。支配権は、その後九百六十七年にコンレールに、九百八十三年に南東ペンシルベニア交通局に移された。九百二十八年九月三十日、フィラデルフィアとウィルミントンの間が電化され、九百三十五年二月十日には、 電区間がニューアークまで延長された。2017年5月1日、南東ペンシルベニア交通局は、ミルミントン・ニューアーク線で PTG の使用を開始した。なお、デラウェア州でのサービスについては、デラウェア州運輸省が一部資金を提供している。平日のピーク時のみ列車がニューアークまで走行している。長時間帯のニューアーク行き列車は、学園都市駅。 チェスター交通センター駅間を急行運転し、その先を確定として運転する。また、平日のほとんどのマーカスフック駅、ウィルミントン駅、ニューワーク駅発の列車はテンプル大学駅まで運転され、一部列車はその先のノリスタウン駅まで延長運転している。週末に運転されるニューワーク方面行き列車は過半数がマーカスフック駅止まりとなっているほか、 マーカスフック駅、ウィルミントン駅発の列車がマナユンク駅、ノリスタウニ駅の間を往復している。2010年7月25日、南東ペンシルベニア交通局は R ナンバーネーミングを廃止し、センターシティ駅をすべての路線のターミナル駅にするために行われたサービス全体の変更の一環として、道路線の名前を R にニューワーク線からウィルミントン。 ニューアーク線へと変更。これにより、R2 ニューアーク線と R2 ウィルミントン線の統合も廃止された。プロスペクトパーク駅に停車中の列車廃止駅、情報も入った、路線ズウィルミントン、ニューアーク線の列車は、センターシティコミューター連絡線から走行してきた後、次の駅に停車していく。ありがとうございます。